横浜市緑区にある新春里山交流センターで7月31日昆虫を探しながら自然について学ぶ青少年自然体験講座緑区は昆虫すごいよが開催されました。これは小学生を対象に自然豊かな新春市民の森で夏に見ることができる昆虫を観察して地域の魅力を再発見してもらおうと行われました。実際網を持ってですね、こういう樹林の中を歩き回るとですね、びっくりするぐらい生き生きとして、虫を取ってくださって僕としても嬉しかったっていうことがあります。生き物を見つつなぜそこの自然環境が大事かっていうのを一人でも多くの方に知っていただけると嬉しく思っておりまして今後も取り組んでいけたらなと思っております。参加者は夏の時期に生息する生き物や自然環境について学んだ後フィールドワークに出発しました。全然違うでしょ。これはあんまり日向に来ないから1時間ほど散策してさまざまな昆虫を捕まえることができた子どもたちは先生にその昆虫の名前や特徴を教えてもらいました。顎の下、これがイナゴののどちんこ、これはバッタとイナゴの違い。塩辛トンボとか、なんだろう、少量バッタとか、先生がいっぱい教えてくれて楽しかった。身近な生活の中でいろいろな虫を発見できたり、とても詳しい先生に楽しく教えていただけたので嬉しかったです。